私の志はヴィーガンを広めることです。私は友達にヴィーガンであることを積極的に伝えるようにしています。そうすることで友達は私の誕生日にヴィーガンの商品を選んでくれました。私がヴィーガンであると伝えただけで、地球にも人にも動物にも優しい買い物をする人を増やすことができるのです。また私は生徒会に入っているので、今は廃止されてしまっている学食の定番メニューであったオムライスをヴィーガンオムライスとして復活させるべく、今学校側に働きかけています。今後やりたいことは、日本で活躍するヴィーガンアスリートを学校に招いて講演会を開くことです。私は将来スポーツを通してヴィーガンを広める仕事をしたいので、昨年アスリートフードマイスターの資格を取得し、食とスポーツについて日々学んでいます。このようなアクションを通してヴィーガンという選択肢を広めた先に、多くの生き物に優しく、この地球に住み続けられる世界を作っていきたいと思っています。私の大好きなテニスの大坂なおみ選手の言葉に、Silence is violence という言葉がありますが、ただ黙って行動しないことは、動物を命あるものとみなさない現状や、地球に負荷をかけ続けている私たちの生活を容認していることと同じです。私はこの現実に気づけたことが、ヴィーガンになって一番良かったと思っています。私のヴィーガンを広めるという志は、地球環境を守るため、人間が健康に生きるため、動物の生命尊重のためになると信じています。ご清聴ありがとうございました。